こんばんは、古川博之。フレットの足、両側タングをカットしているので、指板サイドを横から見るとフレットの溝に隙間が空隙ができます。その部分を埋めるんですけれども、今回は、エポキシの接着剤にある粉を混ぜたもの、そいつを充填していきます。他に付着しないように今マスキングテープで養生してますけれども、位置的にはフレット溝の一番底にテープの端が当たるように、サイド面はそんな感じで、まずはマスキング 3M のこれは 15mm 幅のやつですね。はい、それから出ました、これコクヨのカルカット。刃が特殊ですごく綺麗に切れます。これ一つ持っておくと非常に便利。はい、で溝のフレット溝の両側をマスキングするんですけれども、今ちょっと折り返しているの見えましたかね。後で取るのがなかなか大変なので、こうやって折り返して貼っていきます。これを1フレットから21フレットまで全部やると。めんどくさいんですよね。はい、こんな感じ、こんな感じでマスキングしております。見えてるのは長方形の溝部分、それとフレットの端がちょっと見えてますかね、頭が見えてますかね。このカルカット本当にいいですよ。はい、でマスキングテープはだいたいよく使うのが幅 15mm、 今 15mm のやつを使っています。あとは 6mm 幅っていうのがあるんで、もう少し上の方のフレットいくとそれを使い始めると思います。もう見てるだけでめんどくさいですねこれね。はい、全フレット、あ、これ幅が 6mm、 はい、13フレットぐらいからはこれ使うといいですね。あ、もちろんこれもカルカットにセットはできるんですけれども、まあ幅が 6mm だとこうやって簡単に手で切れちゃうのでいいかなと。もちろん銀座のママがお尻で踏んづけても壊れない拡大鏡をして作業しております。しかも老眼鏡の上にかけております。はい、こうやって全部、なかなか面倒っちゃ面倒。はい、貼り終わりませんね、まだ残ってますね。でもまあこれだけ養生しておけば他に付着することもかなり防げるので、めんどくさいけれどもやっておきましょうという感じでしょうか。はい、全部できました。こんな感じ、なんかちょっと痛々しい感じもしますけれども、ここに充填ものをしていきます。まあ充填するものはいろいろあるんですけれども、パテだったり、まあ今回はこれ、この粉を混ぜます。トノコ黄色って書いてありますけれども、白でもいいと思います。それとクイック30エポキシの接着剤、30分効果のやつですね。これ5分効果だとちょっとなかなか作業的には厳しいので、30分のやつを使います。そしてマスキングテープをこうやってテーブルに貼ると、エポキシの接着剤を混ぜるのに非常に便利。はい、量的にはこれでも多いぐらいですかね。まあ足らないよりは余らしちゃった方がいいかなということで、こんな感じでエポキシを混ぜると。はい、そしてここにトノコの黄色、黄色だとちょっとメイプルよりは濃い感じで出ます。
だから白でもいいと思うんですけどね。はい、マスキングテープの上にトノコをパラパラっと落として、こいつをエポキシの接着剤と一緒に混ぜていきます。トノコの粒子はかなり細かいので、この時に鼻息とかそういうのでくしゃみとか咳とかするとかなり被害が大きくなるので気をつけましょう。それとエポキシの接着剤とトノコを混ぜるっていうのをかなり今こうヘラで押さえつけてますけれども、なかなか混ざりにくいので、板金塗装屋さんがパテを練るときってすごいですよね。あのヘラ一発でこう綺麗に空気を抜きながら綺麗に硬化剤と混ぜますけれども、まあ理想はあんな感じ、現実は余ったやつを掃除機で吸うという。はい、ここでデザインカッターと爪楊枝、爪楊枝の先を軽く斜めに落とすとこんな感じですね。ちょっと見えにくい、あ、こんな感じ。充填するときに非常に使いやすいです。ちょんと取ってぐりぐり中に入れ込むように充填していきます。エポキシなんでそれほど痩せることは少ないんですけれども、ちょっとこの養生したマスキングテープよりは盛り上がる感じ、ほんの少し盛り上がる感じで詰めていきます。最初はギュウギュウ詰めて最後に表面を整える感じで盛り上げて全フレットこれをやっていきます。この時注意するのは、まあ片側はいいんですけれども、このあとひっくり返した時ですよね。はい、一列できました。一弦側の溝が全部埋まりました。はい、これ今ひっくり返しましたね。ひっくり返した後この左手で支えている方、これ充填したやつを触らないように気をつけましょう。はい、グリグリ押さえつけながら中に入れていくと。でもちろん30分以内にこの作業は全部終わらせるんですけれども、だいたい10分15分以内ぐらいでは終わるかな。で混ぜ始めた時間をちゃんとチェックしておいてですね、このあとこれを引っかいて落としていくんですけれども、だいたい25分ぐらい混ぜてから25分ぐらい経った時から落とし始めるということにしています。完全に固まっちゃうとちょっと削るのも大変なので。はい、全部充填が終わりました。でマスキングテープを剥がしてこのままゴミ箱へと。で練り始めて、エポキシを混合して練り始めてからその時間から25分ぐらい経ったかなという頃合いを見計らって、今回はこれ何か書くわけじゃないです。はい、A4 のコピー用紙を机に貼っていますけれども、これは何でしょう。何かを書くわけではありません。一応動かないようにマスキングで固定。そしてエポキシについてるヘラですね、これで余分な充填物を、はい、除去。はい、これでコピー用紙になすりつけてるの分かりますかね。これやると一発で綺麗になるので次のフレットに移行しやすいと。まずはフレットのクラウンの底面ですね、底面にギュッとまず上に押し当てるような感じ、そこから下にギュッと書き取る感じ、押し当てて書き取る、よいしょ。はい、これを全部やっていきます。この時も左手で支えてる部分ですね、これエポキシが手につかないように注意しましょう。はい、全フレットこうやって、これで A4 の紙の意味が分かっていただけたかと思います。
そしたらすぐにもうマスキングを剥がし始めます。でちゃんと折り返して貼ったにもかかわらず、なかなか取るのが難しいですよね。はい、剥がしていってさっきの A4 の紙にペタペタ貼り付けて捨てるという感じで進めていくと綺麗にいきます。実際にはマスキングテープのテープの厚み分があるので、さっきヘラで書いた部分もですね、そのエポキシの充填剤っていうのはグリップ面よりも若干飛び出していると。まあエポキシ接着剤の痩せ分も考慮してこんな感じで充填しています。こうやって見ると指板の色よりも若干濃い色で充填されているのがお分かりいただけたかと思います。ということで今回の作業はこの辺でおしまい。また次回お会いいたしましょう。グッドボタンとチャンネル。